ヨハンゲオルクレプソルド、ヨハンゲオルクレプソルドはドイツの天文家。後にベルギドルフ天文台になる施設の天文台を設立し天体観測を行った。ブレーマーハーフェン近くのブレーメンレマンに生まれた。ハンブルクの消防隊員を務める傍ら、趣味で科学機器の製作を行った。1799年に小さな工房を設立し天文機器や 顕微鏡の製作を始めた。この会社は1919 19年まで存続し、アドルフ・レプソルトなどが活躍した。1802年に施設の天文台を設立し、ハインリヒシューマッハと共に製氷の作成ための天体観測を行った。レプソルトの天文台は1811年にナポレオン戦争で破壊されるが、1825年に、 新しい天文台を設立し、自費で観測機械を購入し初代の所長となった。1830年に消防活動の中で死亡するが、天文台の運営は自治体に引き継がれ、カルルルートビヒクリスティアンデウムケルが所長を継いだ。この天文台が後のベルゲドルフ天文台の母体となった。月のクレーターと小惑星レプソルダの名は彼にちなんでいる。 レプサーダイコール 1903UC イコール 1916GB イコール 1918ET MPC2021 年9月3日閲覧ありがとうございます。